どうも、はじまきよしろうです。効率的な講習の出し方。やっぱりその、嫌な相手が来るとするじゃないですか。で、自分は口臭いと。で、効率的に相手に自分の口臭攻撃をして、嫌なやつから、その、距離を保つっていう方法。まあ、嫌われる方法1、講習ですよ。で、その、まあ、なんかね、変な奴が口の匂いを嗅がせてって言ってきた場合、そいつがなんかもし嫌いな奴だったとする。めっちゃ臭い、口臭をお見舞いして、そいつとの縁を切りたいって時にね、使える方法です。やり方、普通の講習っていうのは、ふぅっていうね、このロングブレス式みたいなやつだと、はぁってやつですね。はぁってやつですね。でも、これじゃダメだと。一番相手に効率的よく、講習を与える講義はこれです。ちょっとね、これはいらないです。こうやって準備するのは俺だからいるみたいな。みんな準備し、今のが講習じゃないですよ。こうやって。これです。お前何やってんのって思うじゃないですか。ってやるんですよ。この、口腔内の匂いを一点に集中させ、胃の臭さも出すと。で、下、胃の臭さと下の臭さを乗っけて、口腔内の匂いを乗せた、臭さの3ビッグ3、臭さのビッグ3を、はおく。やるね。ほっ。追いつる感じ。やる。まあ、こうやってやると、まあ、効率的に相手に講習を伝えて、うわ、くそ大嫌い、縁切ろっていうことができるっていう、講習、効率的に相手に講習を、与える。相手に、効率的に相手に講習をアピールする方法でした。というね、ワースト3位くらいに、ね、世界で一番役に立たない授業の5本指に入るくらいですね。いや、講習ってその、やっぱ、ケアして、口臭いと思われないためにやるけど、あえて口臭いと思わせるっていうのは、頭いかれてるやつですよ、本当に。まあ、頭いかれてるね、もし僕がビッグになった時に、ファンがそういうことしてきたら、ぶん殴りますけどね。ということで、次回の動画で会いましょう。次回の動画で会えるかな？ピュピューンということでね、会えないって言った人、今ね、画面越しからね、びっくりさせました。ピュピューンってね。これ、耳をこうやっている、野々村さんのモノマネだと思ったでしょ。違うんだな。主刀のモノマネなんだな。ということで、次回の動画やりましょう。もう3分になっちゃった。チャンプでしょ。ザベ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